にちは。こんにちは。今年の夏キャンプに行こうかなと思ってるんですが、はい、何かおすすめのギアってあったりしますでしょうか。もちろんございます。ご紹介しますので、はい、こちらをどうぞ。まずはこちらの商品が、ノーシラスの 2x2 というテント でこちらは付属でインナーテントが1つ付いているので、内側にインナーテントを吊るすと、まあ、2人で寝れるんですけども、別売りのものを用意すると最大4人まで就寝ができますので、今あのご家族で行かれてる方とか、まあ、将来お子様が行かなくなった時なんかは、まあ、ご夫婦でご利用されたりとか、あとはグループキャンプでご利用されたりということができるテントです。なんか組み立てが難しそうな気がするんですけど、はい、構造さえ分かっていれば設営自体は割と簡単にできますね。ここのグレーのポールクロスさせればもうそれで立つので、はい、まあ、大人一人座ってもこれだけ広いので圧迫感なく中で快適に過ごせます。すごい。あ、こういうものもこう引っ掛けられたりとか。そうなんです。これ上は開くんですか。上開きます。一応このような形で、まあ、今度逆に閉めたい時はもうこのような形で閉められたりもします。この中で料理ってありえるんですか。そうです、基本的にもう煙上に行っていくので、まあ、ここ開けてもらってっていうのが一番いいと思いますね。これ入り口としてはこっちなんですか。入り口はこっちで、メインはこっちで、メインはこっちで、はい、あでそっちに要はテント。そうですね、ここのリングのところまでがテントを吊るす場所になっているので、まあ、ここからこの辺りぐらいまでのテントが広げられます。そこで大人2人が寝れる形。こちらはノーチラス 2x2 というものになるので、まあ、2人×2人で最大4人用っていう、もともと付属しているテントは2人用のものになるので、そちらだけだとまあ2人1個買い足せば4人用という形です。もうポールからしてみても作りはなんかすごい頑丈そうですね。まあ、やっぱりテントの大きさに合わせて結構太めのポールで作られているので、まあ、風に対しても強度はありますし、どうしてもあの強風が吹くときなんかはもうここのガイラインはもうちょっと巻きつけた状態で引っ張ってあげるっていうのが一番いいです。一般的なんですけど、はい、テントを見るときに、まあ、どういうところをこう見ると、まあ、選ぶ指針になるかっていうのがあったりするものですか。そうですね、まあ、とにかくその何人で使うかっていうところと、あとはそのご自身の他に持っている道具と その色合いの その相性だったりとか、あとはやっぱりお値段とかっていうところもあるとは思うんですけれども、昨今のもうキャンプブームでやっぱりそのアースカラーっていうのがもう流行りに流行っているので、そういったカラーとの相性を考えて選んでいただくっていうのも一つの手なんじゃないかなと思います。こちらの椅子に関しては、まあ、通常のチェアのスリムのモデルになっているんですけれども、まあ、畳んだ時のサイズ感がコンパクトという形です。筒状にして畳むことができます。まあ、一般的なキャンプチェアでいうと、この背中の部分とお尻の部分だけに布が貼ってあるものっていうのは結構あるんですけど、こちらの椅子に関してはもう全て1枚布で仕立てているので、腰のところのホールド感も高いので、長時間座っていてもやっぱりくつろげるっていうような仕様になってますね。湾曲させて肘が置けるとか、そういう感じですよね。ポイントです。ビニール数かなり高いので強度はもう間違いないです。金属自体も、まあ、強度高いものになってますし、ナイロン生地っていうのがもうかなり強度の高いビニール数になっているので、椅子はもうやっぱり長いことお使いいただけますね。家で使う方も多いです。高さはこのくらいです。まあ、スペースでお作りしているテーブルと、まあ、高さは合っているので、まあ、こういうふうにその、まあ、寄りかかってくつろぐときだったりとか、まあ、前かがみになって食事をするときなんかにもかなりちょうどいい高さ。他にちょっとなんかおすすめの、はい、アイテムありませんか。まあ、こちらのテントの居住性をより高くするための跳ね上げ用のポールっていうのがございますので、そちらをご紹介します。それがこちらのペンタポールになります。一般的なポールは、まあ、もう本当に丸の形になっているんですけど、こちらのポールは五角形。なるほど。なので、通常のポールでしたらまあ円柱状なので、まあ、風なんかをまあ点で受けるというか線で受けるような形になるんですけど、こちらのポールは面で受ける形になるので、今世の中に出回っているポールの中でもトップクラスの剛性を誇るポール。ここのハマり具合がすごい気持ちいいです。確かに一応のちゃんと分かりやすいマークもついてますので、組み立ては非常に楽かなと思います。
でもう一本ご用意していただいて、ここの屋根を広げた状態で跳ね上げをしてあげると、まあ、中をテント、こちらをそのタープっていう形で、はい、お使いいただくことができますので。長さも変えれるんですね。そうなんです。うち1本だけが40センチと30センチで分かれているので、お持ちのテントに合わせて高さを調整することができます。で、1本あると汎用性が高いので非常に便利なポールです、ね、他にもな用途ってあったりとかするんですか？まあ、こちらのポールを使って、タープそのものを立てるっていう、まあ、これだと、まあ、グループキャンプになるとちょっとここ跳ね上げしただけだとタープとしてはやっぱり狭いので、はい、もう本当にタープ用意してもらってそれで使うっていうのがまあ一番王道な使い方かなと思います。今こちらのテントで片側跳ね上げた状態がこの形。これ広げるだけでもだいぶ広くなりますね。そうですね、日差しも避けられますんで、でまあ遮るものがないので外の景色をやっぱり一望できるっていう、やっぱりそのテントをもうでかく広々と張りたいっていう方なんかはもうこうやってポール使っていただければもうお気に入りの形ができるんじゃないかなと思います。なるほど、はい、こちらがフィルデンスクーラー36という商品ですね。こだわりがかなり詰まったアイテムになっています。まあ、こちらが M サイズの47リッターのトートバッグ、こうしてベルトを締めてもらえればこういった形で、まあ、クッションですね、はい、ファスナーを開いていただくとこのようにフリース素材になっています。全開にしていただくとこのような形で、こちらがランドアームスシリーズというものでデザイン性の高いメイドインジャパンの食器、こちらのコロニスタのコンペイトです。これを吊るして、ああ